なオスとメスだ。あ、目が太いから。じゃあ5秒前で。デュアリズムのおしゃべや、時刻は17時半を回りました。デュアリズムのおしゃべやの時間です。 MC はハイセとサーキです。よろしくお願いいたしま す。この番組はギノワンヒルス通り FM ギノワンのスタジオより生放送でこの後18時まで放送いたします。今までにない新たなジャンルを皆様にお伝えできたらいいなと思っております。どうぞ最後までお付き合いください。はい、今回が何回目ですか？9回目です。9回目のラジオとなります。我らデュアリズム、自己紹介をさせていただきます。デュアリズム姉のハイセです。デュアリズム妹のサーキです。はい、はい、我らデュアリズムは趣味でコスプレ活動を行ったり踊ってみたなどのダンス活動をしております。私たちのコスプレは一般に思い浮かべられるであろうメイド服やダンス服とは違い、アニメや漫画のキャラを模した服装を身にまといます。はい、こちら本日は刀剣乱舞オンラインより、私ハイセは泉の神金貞、私ハイセはハイセじゃない、ハイセじゃない、また間違えた。君はハイセじゃない、もう偽物がいます、ここにハイセの偽物がいます。第二のハイセやめて。はい、はい、私、はい、私誰ですか？佐々木は、はい、歌手清水の通常衣装を、そうですね、戦闘衣装ですね、戦闘衣装ですね。はい、そう、今日始まる前にですね、この FM ギノワンさんの方とお話ししてたんですけれど、そう、何の格好だとそう、刀剣乱舞っていうジャンルをね、知ってる方がやっぱ年代によってこのね、多さも違いますけども、うん、はい、改めてご紹介させていただきますと、刀剣乱舞はゲームアプリになってるんですけど、携帯からもパソコンからも遊べるゲームになっておりまして、このなんだろう、ジャンルじゃなくってコンセプトっていうんですかね、がこの刀のつくも神、そう、つくも神が戦うんですよね。擬人化なんだろう、だから擬人化って言ったらおかしくなるんだよ。おかしくなる、うん、刀のつくも神が戦うんだよ。なんか説明しにくいからまず入れてほしいね。そうですね、まずは携帯にインストールお願いしますきっと推しのキャラができると思うので、たくさんのキャラがいるので、はい、この私ハイセがやっている泉の神金貞は土方歳三が持っていた愛刀なんですね。はい、はい、で、沢木が着ています、歌手清光が沖田総司の、沖田総司が持ってた刀になりますね。池田事件に持ってたって言われている。実際のところどうなんでしょう。過去には戻れないからね。そうですね、まあ持ってったという説が強いですけれども、強いですけど、はい、はい、こういうことね、こういうことね、説明したところでデュアリズムの説明に行きましょう。いきますか。はい、行っていいですか。どうぞ。また踊ってみたの活動はその名の通り、J-POP やボーカロイドなどをはじめとする楽曲で踊ることで、踊ってみたという言葉は踊る人々が動画投稿サイトに動画をアップロードする際にカテゴリータグとして付けられます。はい、今まで動画配信、動画の投稿ですねを知らなかった私たちなんですけど、ちょっとこの間マネージャーとお話しして、だから大体の目処が立ったので、そろそろね、ね、本格的に、そうですね、動画の撮影に移れるような気がしてます、気がしてます、そうだね、気がしてます。あとはちょっとマネージャーがちょっと機械音痴なので、その笑顔で帰ってきた笑顔でニコニコしてますそう、苦手なのでね、ちょっとどれぐらい時間がかかるか分かんないんですけど、できればね、もう早くね、そうですね、来月が遅くても再来月には絶対に絶対に1曲出したいの出します出しましたね
ということで佐々木さんも振りの復習をお願いします。そうだね、そう今学業が忙しいんでちょっと放置しがちなんですよね、こっちが。そうなんですよね、学校で精一杯なんです今。うん、ちょっとユニット活動にも目を向けてほしいな。はい、うん、はい、分かってくれるならいいや。分かりました。はい、でこちらまだね動画投稿はできてないんですけども、沖縄で年に数回開催されております沖団や沖コスといった踊ってみたのダンスイベントに出演させていただいておりますので、もし機会がありましたら足を運んでいただけるとね、我々がどんな踊りをしているのか、どんな風に踊っているのか、楽しそうなのかね。楽しくないの？楽しいよ。すごく楽しいよ。楽しそうなのかって、なんかね、激しいダンスの時はもうおー間違えないようにって緊張ガッチガチだけど、あとあれですね、体力がないから。そうなんだよね、終わった後はみたいな。頑張って体力作りしてください。はい、はい、はい、またねこの最多分近日またこの応募が出るので、この沖団の、はい、また近いうちに開催されますので、はい、でぜひぜひ生で、生で見たい方もいらしてくれたらいいなって思います。思います、はい、はい。この番組デュアリズムのおしゃべやではメッセージやお便りを大募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。余談ではありますが、コスプレや踊ってみた以外にも美味しいものや可愛いものにも目がない私たち、宜野湾市内のそういったお店の情報もお待ちしております。はい、はい、でまだね、多分 先週ぐらいにお話ししたハイセが食べたい、あの中はふわっと表面はカリッとのホットケーキ屋さんまだ見つかってないので、ぜひぜひぜひ、宜野湾市内に限らないので沖縄全体でいいんで行きたいので、遠すぎ、食べたい、食べたい、そろそろホットケーキ食べたい、ずっと言ってるよね。2週間前ぐらいだったっけ。そう、先週ぐらいにちょっと諦め始めて、あのホットケーキミックスを持って親にねえ作ってって言った。マジで美味しいホットケーキ食べたいから作ってって言ったら、自分で作れって言われたから諦めた。自分で作れ、うん、厳しい。そう、きっとねペシャってなる気がするから、そう不安にはならないと。そうそうそう、なのでぜひ、まだ食べてません、食べれてません、ホットケーキ探しにね待ってます。コメントでもいただけたらありがたいです。ありがたいです。お願いします。お願いします。ということで、ということで、はい、また FM 宜野湾ではツイキャスト、ユーストリームで映像と音声をネット配信しております。 FM 宜野湾のホームページからも見ることができますので、そちらもお楽しみください。こちら、映像と音声といえばデュアリズムでも個別にショールーム配信を行っております。はい、よろしければそちらからもお楽しみいただけますので、初神、初神かな、うん、かな。今日ね、違う、前半におしゃべりしすぎてるじゃん。めっちゃ喋ってる。間違ったことにめっちゃ喜ぶ、うん、普段間違えない。大丈夫、あの今日9回でしょ、うん、8回連続で噛んでるから大丈夫。サーキーが噛んでるから大丈夫。そんなこと言わないでよ。まあ全部噛んだけど、うん、私初噛みだから大丈夫。大丈夫、今回私は噛まない。だだだだ、はい、言ったそばから噛んでる。おめでとうございます。ということで、はい、続きもサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリリスラジオをダウンロードしていただきますと、いつでもこのラジオを楽しんでいただけますので、皆さんのご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加していただけますと幸いです。それではここで1曲お届けしたいと思うんですが、はい、本日の曲はこの私たちの本日の衣装ですね、こちら泉の神金貞と歌手清光で、この持っていた方が新選組の沖田総司と土方歳三ということで、こちら、刀剣乱舞はミュージカルもやっているんですけれども、そちらのミュージカル刀剣乱舞のつながりで、はい、はい、幕末天皇展だったっけ、はい、そうですね、から夢一つをお届けしたいと思います。お願いします。でね、もさらって言ってるのに、で言って最後におさらせるのを忘れた。今日は
最後にお知らせがありますので最後まで。フリートークの時に言おうぜそれ。頑張ってます。手振った？あ、手振った。ファンサファンサ重要重要。今日なんかあのあれですショールームいっぱい来てます。18人の方が見てくださってますね。ありがとうございます。コメントもお待ちしてます。お願いします。やめて。キャメさんそんなことしないで。すいません。すいません。最安なのに。わかんない。最安なのに。最安なのに。今日ねちょっと髪の毛かねてるな。インクがあんまり上手にかぶらなかった。ビッグネットがまず一緒に入らなかった。一緒に入らなかった。あのビッグネットがうまく入らなかった今日。今日はなんかいい感じでパスが多いみたい。この辺が中で腫れてるから表面も腫れてる。虫歯じゃないんだから。だって6個あるんだぞ。この辺とお友達中なんですよね。下に3つ、周りに3つ。だと思ってたの。そしたらね、この3つのうちの1つがね、4個が固まったやつだったの、大きいやつ。いや、それ1つで、1つでやるし。ダメだよ、ダメだよ。そしたら、もうなんか10個なってるじゃん。ちょっと、今痛いな。で、なんか一応、使います。で、なんかその、このコーナーもなんかお待ちしてますので、ぜひぜひそちらの動画も待ってますみたいな。お便りも待ってます。あ、じゃあお知らせを今日、どしって言いますか。最後に。これとこれ。うん、まあそうね。それもありね。いいお知らせと、なんか悪いお知らせみたいな感じでやりたいな。うん？うん？まあいいや。やろうか。違う、だからこっちやって、バイセットの配信先です。で、今日は最後にお知らせなので、最後にお知らせください。おー、いいね。うん、いいね。困ってね。CM はどのタイミングで入れますか。あ、曲が終わったから。あ、了解です。お願いします。誘われてるね。曲だから待ってるでしょ。この前ノリノリだったのに。曲いいな。曲、まあそれはね、それはね、好きだよね。好きよね。わきいいな。大丈夫？間から入ってでもこのでやめてフフ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 。気持ちいい。ピオマルさん。あ、ハイセ様。あ、ハイセ様。ピオちゃん、こんにちは。自分もハイセ様大好きです。最優秀ハイセ様です。やめて。隣で。だってツイッターの、だって名前のところにも書いてるんだもん。ピオちゃん、可愛いよ。本当に。見た。あの、壁ドンしてた。そう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 。ピオちゃん、可愛いよ。アイドルの、ハイセ様。今日めっちゃ喋ってんな。ねえ。今日なんか今日はあっという間になりそう、いつもより。前半からめっちゃ喋ってんな。マシンガントーク。マシンガントーク。違う、お伝えしないといけないことたくさんあるっていうだけだ。そういうことね。うん。まあ量はそこまで気にせず楽しんでね。行きましょうか。行きましょう。大丈夫？ちょっとだけスカイピースが入った。やめて。YouTuber 引っ張ってくれて。じゃあ20秒前です。はーい。はーい。私一発目いっていい？どうぞ。頑張って噛まないようにするし。前振りでしょそれ。振りでしょ。フラグとか始める。言うとき教えて。お送りしております。この番組はデュアリズムのおしゃべやです。
宜野湾ヒルズ通りにあります FM 宜野湾のスタジオよりこの後18時まで放送をお送りいたします。はい、生放送でお送りいたします。はい、お相手はハイセとさあきです。はい、本日は最後の方にお知らせがありますのでどうぞ最後までお付き合いください。お付き合いくださいということで本日もフリートークやっていきましょう。いきましょう。はい、2週間後にお出来が迫っております。ドキ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 、衣装が届くかな、ドキドキ。そうですね、ちょっとコスプレイヤーはそわそわし始める時期なのではないでしょうか。メガメガ衣装をね自作していらっしゃる方も多いと思いますのでね、ギリギリまで塗ってる人もいるからね、前日まで。そうですね。ありましたね。あったね。多分ね、2018年年明け1月初っ端のお出来だったと思います。あれだったっけ、うん、なんかもうあのギリギリまでカタ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 やってたのはいいんだよ。最後にね、ガラ付けするときに水ダーンってこぼして、あのアクリル乾いてないのにダーンってやったから水パーンってなってじわめっちゃ擬音語が多い。だからね、そう、水こぼし、そのアクリル絵の具で描いてたところに乾ききる前に水こぼしちゃって滲んじゃった。そう、ショックだったね。なのに下地が白だから落ちないっていう、わあ苦しい。泣きそうだった。泣きそうだった。あーって言ってたもんね。あーっては言ってない。言ってなかったっけ、うん、母さんだったっけ。うん、もうあの私がただただ泣きそうだったわけ。その時は私までは言ってないから、ね、あのアクリル絵の具はもうお友達しないって思った。そうだ。そんだけで演じちゃうんだ。うん、なんか多分もっといいのがあるなって思ったから。ああ、そういうことね。うん、アクリル絵の具とはさよならした。さよならしたの、はい、バイバイですね。ということでね、ということでね、衣装の作成は計画的に、計画的に。なんかそう作れそうだね。うん、五七五とかで。ああ、衣装の作成。衣装はね、作成するとき早めにね。そうですね、そうだね。ちょっとなんかあれだね、その場で作った割には上手にできたね。んでしょ、語彙力ないもん。噛むけどね、噛むけどね。そう、80% 届かない。あの CM 明けのこのセリフを、よし、サキが言っていいって言って、あ、いいよいいよ、言えるんだったらいいよっつって、うん、頑張って噛まないねって言ったの。そしたから私が、あ、これフラグフラグって聞いたら確実に噛んだよね。フラグっていう言葉自体ももう聞こえてなかったのにも関わらず、そう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 、見事にフラグ回収したよね。上手だよ、好きだよ、そうやったから。やめてよ。ね、うん、いいと思うよ、いいと思う、私は。うん、ありがとう。この外さないところが安定だなって思う。噛みたくないもん、正直。噛みたくないけど噛んじゃうんだ。噛んじゃう。頑張ろう。頑張る。はい、こちらショールームの方からコメント来ております。ピオマルさんから、ハイセ様。ハイセ様、ハイセ様大好きです。私もハイセ様、ありがとうございます。ピオマルちゃん可愛いんですよ。この前もあのお家の近くのケーキ屋さんでばったりしました。そうなんだ。しました。親の誕生日のケーキを予約しに行ってたんですけど、あの時ね。あの時に、そしたらばったり。あ、ハイセさんって言われた。ハイセさん。まあね。そうそうそう。私もそう。なんでこんなところにいるのって言われちゃった。いるよーと思って。一般市民だからいるよーと思って。そしたら、夢の国から来てるわけじゃないからね。そしたら昨日だったかな、一昨日だったかな、アイドル扱いされた。うん、いいねしちゃった。一般市民、一般市民だから。え、はい、そのピオマルさんから、デアリズム過激派です、どうも。ありがたいですね、押してくださるのは。頑張って動画投稿もするのでね、なんだろう、なんだろう、伝わらないな。応援よろしくお願いしますって感じですね。はい、こちらツイキャスもコメント来ております。ヤジシャンから、とび職さんですね。とび職さん、お疲れ様です。お疲れ様です。土曜日なのであれだったかな、午前中お仕事だったのかな。あー、それは あるね、ありますね。もうあの時間見ると5時半きっかりに
コメントいただいております。仕事終わってポチッポチッってやってもう初っ端からこんなやったらですけど大丈夫ですかね。開いた瞬間 なんだこいつらってなるよね。ツイキャスから、ツイキャスじゃない間違えた、ショールームからコメント来てます。はい、ありがとうございます。ピオマルさんから、はい、読めない、アイドリティ溢れてますよって。どの辺だろう。もう全てがもうキラキラに囲まれてる。多分それあの目に多分便利なフィルターかかってる。欲しいフィルター。そういえばツイッターと言いますと、ツイッターと言いますと、はい、今日は朝からタイムラインがにぎわっておりまして、アムロちゃん、アムロちゃん、アムロちゃん、騒がしいな。アムロちゃん、アムロ、はい、はい、このね、アムロちゃんが本日沖縄のコンベンションセンターの展示棟にて引退前日のラストライブを行っているそうで、前夜祭ですか、前夜祭、前夜祭、うん、みたいな感じでした、調べたところ、はい、これに多分伴ってかわからないんですけど、一応ね県内のね安室さん、奈美恵ちゃんファンは、うん、もうはい、うーん、はってなってる、なってるなんか擬音が多いな、はい、やっぱそう、県内の方はそのもちろんなんですけども、このライブに連れてっていうの、伴ってっていうんですかね、県外からの方も多くいらっしゃってるみたいで、はい、であとね、いろんなところでね、あと安室さんをありがとうございましたっていうなんか CM みたいなやつがねできてて、そう、今日結構っていうか、そう、近くのお店にもお出かけ、ちょっとだけお出かけしてきたんですけどね、店内の BGM が安室ちゃんだったりとか、そう、もう沖縄全体がもうなんかちょっと生まれてたね、今奈美恵ちゃんカラーって感じですよね。そうそう、なんかそわそわしちゃうよね。テレビつけても奈美恵ちゃんだしね。そう。大丈夫、今日なんかテンションおかしいよ。おかしいですか、うん、ちょっとやっぱあれフラグ回収したから、回収したからな。ちょっと面白い、面白い、はい、そうですね、だから県外からの方も増えますので、ぜひぜひ、あ、なんだろう、このね沖縄はやっぱね、バスがその運行時間通りに来ないっていうのもあると思うんで、なんかレンタカーが結構増えてるらしくって、朝からこのレンタカーを巻き込んだ玉突き事故とかも浦添で起きてるらしいので、運転の際はお気をつけください。気をつけてください。いつも以上に、いつも以上に沖縄の運転に慣れてない方もいらっしゃいます。沖縄は荒い人が多いです。どうだろう、おじいちゃんもちょっとね、うん、それ身内だからやめよう、うん、やめる。大丈夫、身内に限ったことじゃない、内地も多分荒い人はいる、いる、うん、うん、そう信じよう、うん、ということで、いつも以上に安全運転を心がけるようにね、心配ですので、心配ですのでね、はい、はい、ということでお知らせ言いますか、お知らせ言っちゃいますか、2つ、はい、2つ、じゃあ1つ目、ちょっと待って、ん、うん、1つ目2つ目、あ、うん、これ、ね、うん、はい、本日ねお知らせなんですけれども、来週がちょっと私ハイセは本業のコスプレ撮影会のためラジオ不在です。本当はサーキー一人でやる予定だったんです、はい、お任せするつもりだったんですよ、ですサーキー一人で頑張ってって言うつもりだったんですけれど、自分もちょっと学校の行事が、そうですね、学校行事がありまして、ありまして、そちらでね、輝いてきます、せっかく一人で任せてみようと思ったら無理だったっ、輝いてきます、ということで来週のラジオはお休みさせていただきたいと思います。すみません、すみません、再来週は来ますので、来ますので再来週まで、はい、ですね、来週お休みということで、こちら久々にこのコーナーの、コーナーの、ね、募集をかけてみようかと思いますので、ぜひ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 、こちらコーナーが3つありまして、私1つが、ハイセさんそこんとこどうなの、私に当てられる質問ですね、あ、でも2つか、1つはゲストさんなので、ゲストさんをお呼びするコーナーなので、もう1つが沢木さんにね、ここ1週間、1、2週間でツイッター内や
SNS で全部読まないで全部読まない方がいい、うん、ツイッターで見たこのものについて感想をやる、ね、いう部分があるんですけど、そのコーナータイトルも募集しておりますので、ぜひ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 お便りいただけたらなと思います。はい、はい、ですね、ですね。ということで来週は寂しいですが、寂しいですがお休みさせていただきます。うん、急にしみりしたね。だからね、急に静かになったね、あなたね。さっきまでね、ウェーイとか言って、アムルちゃんとか言ってたのに。そうそうそう、アムルちゃんって言ってた。アムルちゃんとか言ってた。一人でそわそわしてたのに。はい、今日もあっという間でしたか、どうでした？楽しかったです。楽しかったです。いつもそうですね。そうですね、いつも一言ですね。久々にカネさん来たので楽しかったです。清水の氷手あげたいです。頑張ってください。はい。はい、番組に参加していただいた皆様、はい、こちらショールームでコメントいただいたピュアマラスちゃん、妨害された、ありがとうございました、ありがとうございました。ツイキャスもありがとうございました。そうですね、ツイキャスも、はい、こちらお相手はデュアリズムのハイセとサーキでした。ではまた再来週お会いいたしましょう。さよなら。